皆さん、こんにちは。東京大学教養学部主催、高校生と大学生のための金曜特別講座にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めます、東京大学教養学部統合視線科学科の新井宗人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この講座では、高校生と大学生の進路選択の参考になるように、主に東京大学の教員がそれぞれの専門分野の魅力を分かりやすく解説しています。2002年から開校され、今年で19年目、これまでに400回以上開校しています。また金曜講座では、以前から遠隔地の高校にインターネット配信を行っております。現在は新型コロナウイルスの影響で大変な状況にありますが、どのような状況であっても教育を継続していきたいと考えまして、今学期は高校生の皆さんが自宅から自分のパソコンやスマートフォンなどで受講できるように配信方式を変更いたしました。本日は東京大学の学生のほかに、北海道から沖縄までの200以上の高校の高校生たちにも配信しております。さて、この金曜講座での講義はこれまでに11冊の本になっておりますが、最近新たに2冊が刊行されました。こちらのスライドにございます左側、知のフィールドガイド、生命の根源を見つめる、これは主に理系の内容。右側の知のフィールドガイド、異なる声に耳を澄ませる、こちらは主に文系の内容となっておりますが、高校生にも分かりやすいように書かれておりますので、文理を問わず幅広い分野の内容を読んでもらえたらと思います。ちなみに私もこの左側の理系の本にタンパク質デザインについて書いております。もしよろしかったらお読みください。それでは本日の講師の先生をご紹介しましょう。本日の講師は、東京大学先端科学技術研究センター准教授の増田幸子先生です。増田先生のご略歴をご紹介いたします。増田先生は1997年に東京大学薬学部製薬科学科をご卒業後、東麗株式会社に就職され、薬剤師と弁理士の資格を取得されました。その後、東京大学大学院工学系研究科博士課程に進学され、そこで医薬品産業における知的財産保護に関してご研究をされ、学術博士を取得されていらっしゃいます。その後、東京大学先端科学技術研究センター特任助手、ハーバード大学公衆衛生大学院客員研究員、東京大学大学院薬学系研究科特任講師を経て、2016年から東京大学先端科学技術研究センター准教授に着任され、現在に至ります。ご専門は知的財産法、医薬医療関連法でございます。本日は薬と社会と題して、大変面白い講義をしていただけることになりました。現在のこの新型コロナウイルスに対する治療薬やワクチンについてのお話も聞けるかと思いますので、皆さんぜひ楽しみにお聞きしたいと思います。それでは増田先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、新井先生、どうもありがとうございます。皆さん、こんにちは。はじめまして。先端科学技術研究センターの増田と言います。増田幸子です。そうしましたら、今日は薬の社会というテーマで、私の方からは医薬品にまつわるさまざまな社会の仕組みについてお話ししていきたいと思います。まず最初に、所属している先端科学技術研究センター、通称先端研と言いますが、の紹介をさせてください。で、 あと今、新井先生からご紹介いただいたのですが、私の自己紹介もちょっとしたいと思います。で、先端研は駒場リサーチキャンパスという、教養学部に隣接する別のキャンパスにあって、とても静かな、自由な研究環境です。で、さまざまな分野の研究者が緩やかな連携交流を持ちながら、それぞれの分野で最先端の研究を行っています。で、私はこの中で社会科学の分野の一分野である知的財産法分野に所属していて、主にライフサイエンスにおけるイノベーションと知的財産保護政策、
産業振興と法規制、それから産業政策の社会的インパクトなどに関して研究を行っています。で、まあ、ここまでの話ではどうして今日の講義が医薬品に関する話なんだろうって思われるかもしれませんが、でさっき新井先生に紹介していただいた通りで、私は東京大学に20年くらいいるんですけれども、途中で企業の勤務とか海外の留学を挟みながらですね、ここ薬学部、それで先端研で、また薬学部先端研と行ったり来たりしてます。で、薬学部では学部生の時はいわゆる理系の研究のタンパク質の結晶構造解析などをしてたんですけれども、その後2008年に薬学部に戻ってからは社会薬学分野、まあ、医薬品の産業論なんですけれどもの研究をしてきました。で、こうしたバックグラウンドを踏まえて今日の講義では薬と社会について知的財産権の一つである特許権の話も交えながら、医薬品にまつわるさまざまな社会の仕組みについて、お話をしていきたいと思います。で、さて、今日の講義内容ですが、ここに示した3つのことをお話しします。で、1つ目は安心安全な医薬品を提供するために社会で求められていることについて、で、2つ目は新薬の開発過程を、まあ、中心にするんですけれども、国内外の新薬を取り巻く状況についてお話しします。そして3つ目、まあ、これが皆さん最も興味というか気になるところかもしれないです、新型コロナ感染症の治療薬とかワクチンの現状と将来的な課題についてお話しします。で、なお講義中、医薬品とか新薬あるいはジェネリック薬っていう言葉が出てくるんですけれども、まあ、今日の講義で扱うのは基本的に医療用医薬品に分類されるもので、医師の処方した処方箋により患者さんが使用するお薬を、指しています。では早速講義に入っていきます。この数ヶ月新型コロナウイルスが出現してから、まあ、治療薬がない感染症に対するなんか怖さっていうんですかね、まあ、恐怖心を感じた人も多かったと思います。で、医薬品は人の命や生活を守る大事な手段の一つっていうことを、まあ、私たちは再認識させられたと思います。で、新型コロナ感染症については今日の授業の後半でお話しするとして、まず、ここでは私たちの社会において医薬品に求められることですね、それと、まあ、それを支える社会の仕組みについて、簡単に見ていきたいと思います。まず医薬品はですね、それが特定の疾患に効くこと、まあ、有効性があることはまあ当然なんですけれども、安全性が確保される必要があります。それから本当に有効成分をきちんと含んでいるのか、あるいはその有効成分が変質したりしないかっていう品質の保証が求められます。また医薬品は人の命や生活に密接に関わることから、まあ、必要な人が必要な時に使えるという公平性もすごい大事ですし、また市場の原理のままにしておくと皆が使いたくなるようないい薬っていうのが、まあ、どんどん値段が上がってしまって、まあ、一部のお金持ちしか買えないっていうことも、まあ、出てきてしまうかもしれないし、逆になるべく公平にですね、患者さんが必要とする薬を提供しようとするとですね、まあ、このお薬の経済性っていうのが求められてきます。このように医薬品はこの安全性、有効性、それから品質、公平性、経済性などが確保されている必要があります。で、ここでそれぞれを確保するための仕組みについて日本の状況を紹介していきます。で、まずですね、薬事規制に関してですが、ここに挙げたお薬は、まあ、皆さん何だか分かりますかね。大きな薬害が出てしまった医薬品です。薬害は、医薬品の歴史の中で本当に痛ましい出来事です。で、どういうことかというと、サリドマイドは睡眠薬として発売されたお薬なんですけれども、妊娠中に服用したお母さんから上肢欠損、腕がないとか聴覚障害の症状を伴う赤ちゃんが多く生まれてしまいました。それが全世界で4000例近く、日本でも
300例くらい報告されています。それから次のスモンと呼ばれるものは、これは長い間原因不明の、奇病、なんだかよくわかんない得体の知れない病気だと思われていたんですけれども、それが実は戦前からですね、使用されていた整腸剤のキノホルムというお薬の副作用であることが、15年以上経ってから分かったと、そういう事件です。でこの2つはいずれも50年以上前に起こった事例ですけれども、当時は新薬の審査とか承認制度が整ってなくて、またお薬に副作用があるっていう意識も低かったことから被害が拡大してしまったと考えられています。で3つ目4つ目のソリブジンレッサですけれども、これはいずれも新薬として発売直後にですね、副作用が出てしまって多くの方が亡くなってしまったお薬事例です。ソリブジンはヘルペスに対する治療薬として発売されましたが、抗がん剤と併用すると重篤な血液障害を、もきたす危険性があるということをが見逃されていて、発売後1ヶ月で14人の方が亡くなってしまった。からイレッサも、これは肺がんに対する治療薬ですが、内服薬で、錠剤で飲みやすかったこともあって、発売直後からたくさんの患者さんに使われて、間質性肺炎という副作用がたくさん出てしまったので、半年で180人も亡くなってしまったという、そういう事例です。それから最後の非加熱血液製剤は、製剤に HIV ウイルスが混入して、その血液製剤を使用した方の4割にあたる1800人もの方が HIV に感染してしまったという事例です。で、これは代表的な例で、他にもいろいろあるんですけれどもですね、サリドマイドスモンに対する対応として、日本では初めて医薬品の製造承認に関する審査体制とか、医薬品の副作用に関する安全対策、副作用被害救済制度などが創設されて、医薬品の有効性安全性品質などに関して、法律も整備されました。それからそれ以降、今日に至るまで薬害が起きるたびにですね、その原因に応じていろいろな対策がされてきています。というのが、まずはじめの薬事規制、医薬品の安全性有効性、特に安全性は大事であるという話だったんですが、次に流通体制について少しお話をします。皆さんいつも行く調剤薬局でもらうお薬が本物じゃなくて偽物ではないかなんて疑う人はまずいないと思うんですけれども、この日本で、それはなぜかというと、日本ではここに示したように、医薬品卸さん、卸業者がですね、要となって医薬品流通をしっかりやってるからなんですね。でしかも流通は厚生労働省により細かく規制されています。でところがですね、平成29年1月に奈良県内の薬局チェーンで偽造品が見つかっちゃったんですね。でこの左の写真は、右の写真が偽造品で左が本物です。割と似てるんですね、ちょっと色が違うんですけど。で、で結構これ業界で衝撃が走ったんですけれども、この事件を受けて厚生労働省が医療関係者に、ここに書いてあるようなですね、医薬品医療機器等安全性情報というものを出しました。ちょっと読みますと、平成29年1月に国内において C 型肝炎治療薬ハーボニー配合錠の偽造品が卸売販売業者を通じて流通し、薬局において調剤され患者の手に渡る事案が発生しました。幸いにも今回流通した偽造品を服用した患者はおらず、健康被害は発生しませんでしたが、個人輸入を通じた偽造品の流入を除けば我が国では偽造品の流通はないという認識が一般的であっただけに、本事案は強い衝撃を持って受け止められましたということで、この文面からも厚生労働省のショックってもう相当のものだったと思います。でこの事件を受けてもうすぐにですね、検討会が設置されて、再発防止のために流通に関する規制の強化が行われました。あと次に、医薬品の公平性経済性に関してですが、
まあ、薬事制度、あ、すみません、薬価制度について、少し説明したいと思います。日本では保険医療に使用できる医薬品の種類とその価格は厚生労働大臣が決めています。で、薬価って何かというと、医療保険が適用される際の基準となる価格を言います。で、例えば患者さんが薬局で3割負担して支払う際にはその薬価、この厚生労働大臣が決めている薬価が基準とされます。で、これによってどこの薬局で調剤してもらっても原則として同じ値段になります。で、今薬価がついている薬品は、1万6000品目くらいあります。で、そのうちですね、ジェネリックが発売まだされていない新薬は2400品目くらいあります。で、薬価はですね、市場での取引価格を参考にして定期的に改定されて引き下げられます。それから新たに対象となる医薬品の薬価は一定のルールに基づいて算定されています。で、まあ、こういう薬価制度っていうのが日本にはあるんですけれども、この制度に関しては2021年以降、来年以降にですね、ちょっと大幅な改正がされる予定です。っていうのもですね、国民医療費って、まあ、若い皆さんにはあんまりちょっと馴染みがないと思うんですが、国民医療費がすごく今日本で増加しているのが問題になってるんですね。で、日本では1958年に、国民健康保険法というものが制定されて、まあ、完璧ではないですけど国民皆保険という制度を維持し続けてます。保険証持ってれば国内のどこの医療機関にいても一律料金でみんな医療が受けられるんですね。で、保険の種類にもよるんですけど、原則3割負担で医療が受けられます。で、このような仕組みは、まあ、世の中というか世界の中でも、まあ、よくできた制度と言っていいと思います。で、なんですけれども国民の医療費、まあ、全体としての医療費はどんどん増加してしまっていると。で、このうち大体4割が税金から賄われています。で、この国民医療費の増加をいかに抑制するかは、これから将来にわたって私たちが向き合っていかなくてはいけない大きな課題なんですけども、まあ、それもあって先ほど説明した薬価制度はですね、改革をしてこの医療費を少しでも少なく抑制できるように しようとしています。ということで、まあ、ここまで簡単にですけれども、私たちの社会において医薬品に求められることとそれを支える社会の仕組みについて説明をしました。で、さて次に、国内外のですね、新薬を取り巻く状況について、説明見ていきたいと思います。で、まず新薬、新しいお薬が生まれる過程ですが、ここに示した通り通常はですね、基礎研究をして、それから製品化研究をして臨床開発、そして申請をして承認を受けて製造販売をするという、このステップを踏みます。で、これらの、まあ、過程をプロセスを総称して、まあ、創薬、薬を作るなんて呼び方をする場合もあります。で、ですね、今までにない新しいお薬は、まあ、規制当局、日本では厚生労働省ですけれども、から承認を受けなければ製造販売できません。で、さっきの薬害のところでお話ししたようにですね、お薬は安全性、有効性、品質がきちっとしていないといけないので、薬事規制によって厳しく、まあ、審査、新しい薬に関しては厳しく審査されます。また発売後もですね、たくさんの患者さんに使われるようになって初めて出てくる副作用もあるので、まあ、そういうのを監視することが求められています。で、このような、まあ、承認システムは、まあ、薬事規制、承認システムは日本、アメリカ、欧州が中心となって国際協調が進められていますけれども、途上国などでは外国で承認された新薬であれば簡略審査で承認を与える国もあります。さて、新薬を生み出す優れた科学技術力を持つ国は、まあ、世界で数えるほどしかありません。で、このグラフはアメリカで1998年から2007年に承認された新薬252剤がどこで生まれたのか
新薬の元となる発明がどこで行われたのか、どこの国で行われたのかを示したものです。でこれを見ると最も多いのがアメリカ、次いで日本、イギリス、それからドイツなどヨーロッパの国が続いています。でこの研究はアメリカで承認された新薬に関するものですが、アメリカは市場が大きくて、世界のどこかで生まれた新薬は、大体米国で最初に承認される場合が多いので、このグラフが示している分布というのは、大体世界の状況を反映していると考えられます。でまたこのデータはちょっと古い10年くらい前のものなんですけれども、新薬を生み出すことができる国の顔ぶれっていうのはほとんど今も変わっていません。で、強いて言えば中国とか韓国が頑張ってるんですけれども、例えば中国は10年以上前から国策としてですね、新薬の開発に取り組んでるんですけれども、最近2019年、去年ですねの11月にやっと初めてですね、アメリカでこの新薬の承認を受けたっていうのがニュースになっていたくらいです。それくらいこの新薬、新しい薬というのは一朝一夕で作れるようになるものではなくて、言ってみれば科学技術水準の高い国でしか生まれません。でこの中で日本はですね、大健闘してるんではないかと私は考えています。もっと頑張ってほしいですけどね、で次に、このグラフですけれども、これは今の同じ252剤の新薬に関して、その開発者を示したものです。で半数以上は製薬企業が単独で、開発しているんですが、それ以外を見ると、25%、4分の1はベンチャー、それからですね、大学から製薬企業とか大学からベンチャー企業に引き継がれたものもあるのが分かります。でそれが意味するところはですね、新薬の開発、創薬、このステップの担い手というのは製薬企業だけではなくて多様化しているということです。基礎研究は大学で行うことが多いんですけれども、それを製品化する際にですね、それまでの研究成果を製薬企業やベンチャー企業に引き継ぐということがありますし、ありますし、ベンチャー企業が単独で全部やることもあるし、それから途中で製薬企業に引き継ぐこともあるという感じです。で最近の傾向としては、大学の基礎研究を創薬にもっともっと取り入れようという動きが活発になっていて、製薬企業やベンチャー企業が大学の研究成果を活用して創薬を行うという流れが大きくなってきています。さて、皆さんこの方どなたか分かりますか？で京都大学の本庄佑先生ですね。2018年に、ノーベル生理学賞、医学賞を受賞された先生です。で、本庄先生が何をしたかというと、生体内の T 細胞が、がんの細胞を攻撃する役割があるっていうのは、知られてたんですけれども、本庄先生はその表面に PD-1 というタンパク質があって、それがその T 細胞ががんを攻撃するのにブレーキをかける機能があることを発見しました。で攻撃対象のがん細胞にあるこの PDL-1 がこの PD-1 にくっつくとですね、この T 細胞の攻撃にブレーキがかかっちゃうと、逆にですね、がん細胞の立場からすれば自分の PDL-1 を差し出して PD-1 にくっつけると、T 細胞の攻撃から自らをですね、 T 細胞の攻撃から防御ができるっていう、そういう仕組みなわけです。で本庄先生はこのメカニズムに基づいて新しい抗がん剤の可能性を示されました。これオプジーボって言うんですけど、それは PD-1 と PDL-1 が結合できないようにすればですね、 T 細胞はがん細胞をいつでも攻撃できるようになるので、こういう PD-1 にくっつくか、あるいは PDL-1 にくっつくような、抗体、タンパク質の一種ですが、を医薬品として用いることで、ここの結合を阻害して抗がん作用を得るという、新しい治療のコンセプトでした。で、この治療のコンセプトですね、抗体により PDL-1 と PD-1 の結合を阻害して、がん細胞への攻撃力を高めるというコンセプトは、動物のレベルではもう2002年には
実証されていましたがですね、ちょっと注目してほしいのが、こう実際の医薬品としてですね、オプジーボが発売されたのは2014年です。だからこう基礎研究から考えれば20年くらい、だから治療メカニズム、動物レベルで解明されてからでももう12年くらい時間がかかってたわけです。かかってしまったわけです。で、この間に一体何が行われていたかということなんですね。で、それをちょっとこれから説明します。で、これさっきの創薬の概要ですけれども、本庄先生が2002年頃までにされた研究というのは、この基礎研究の部分と、まあ、動物実験などによる一部の製品化研究であったと考えられます。で、新薬、お薬として厚生労働省から承認を得るまでには、ガイドラインに基づいて、非臨床試験とか治験、人に投与する治験を行って安全性、有効性、品質に関する臨床データを準備する必要があります。で、これにはものすごいお金と時間がかかるので、大学の研究室が単独で行うことはとてもできません。で、どこかのなので、どこかの製薬企業やベンチャー企業と組む必要があります。また一旦開発プロセスに入っても、その医薬品候補が全ての試験をクリアするとは限りません。で、実はこの基礎研究から製造販売までの成功確率は3万分の1とも言われています。こう基礎研究で医薬品化合物が3万個あったら、そのうちの1個しかですね、新薬として、まあ、人に使われるようにはならないくらい、まあ、それくらい成功確率は低いと言われています。で、この新薬の開発を開始するかの判断というのは、ですのでこの長い道のりとかかるであろう膨大な研究開発コスト、そしてなのにっていうか、まあ、成功確率がものすごい低いという、まあ、そういうことをですね、いろいろ考えて慎重に検討する必要があります。で、本庄佑先生は2002年にがん免疫治療モデルがですね、完成してから 1,2 年の間は、こう日本の製薬企業に対して結構ですね、売り込んだというか、新薬開発のために共同研究をすることを一生懸命打診したそうなんですけれども、大半の企業はですね、こういう全く新しい治療コンセプトに基づく新薬の開発に躊躇してしまったと。で、小野薬品以外の企業からは全て断られたそうです。で、その後米国ベンチャー企業の協力を得ながら、小野薬品がオプジーボを開発して、日本では2014年に発売されました。で、ここまで新薬の研究開発にはお金と時間がものすごくかかるという話をしたんですが、この図は新薬開発における投資サイクルを示しています。で、最初の10年くらい、研究開発期間はもうお金は出ていく一方、研究開発費として出ていく一方です。それで、その後新薬開発企業は新薬のですね、発売後に多くの利益を上げて、こうそれまでにかかった費用を回収しないと、次の新しい薬を作るための研究開発費を得ることができませんので、まあ、大変なんですけれども、このですね、図 A の部分はだいたいオプジーボのようなバイオ医薬品になると1000億円くらいはかかると言われています。で、こっちの B は基本的にお薬の値段と販売数量と、あと市場独占するできる期間で決まってきます。で、市場独占する期間は、まあ、大抵の場合は特許権の権利期間で決まるんですけれども、日本ではだいたい10年から15年くらいです。で、その後はジェネリック薬が市場に参入してくることでシェアが奪われて、新薬の収益はガクッと減るのが一般的です。まあ、新薬開発企業にとっては投資回収の観点から、新薬市場独占期間、この期間を長く、どれくらい、いかに長く確保するかが重要な意味を持ってきます。で、ちょっと一つ例を示します。このお薬はファイザー社が新薬として開発したリピトールという高脂血症のお薬です。と、一般名はアトルバスタチンです。で、このリピトールは日本ではですね、2000、
年の5月に、発売されたんですが、今でもよく使われているお薬です。皆さんのもしかしたらご家族の中にも服用されている方いらっしゃるかもしれません。でリピトールは世界各国で販売されてますが、まあ、売り上げはこんな感じなんですね。で最も売れてたのが2006年から2007年にかけてで、この頃は世界で売り上げでいうと1兆円以上の売り上げがあった薬です。でそれがですね2010年から11年にかけて各国の特許権が切れて、ジェネリック薬が参入してで市場を奪われてリピトール、この新薬であるリピトールの売り上げっていうのはガクッと落ちたんですね。で日本でも2011年に特許が切れて一斉にジェネリックがこう市場に参入してきました。で今は20社、ジェネリック20社、20種類の、まあ、アトルバスタチンのジェネリック薬が販売されています。で、薬価で言うと、リピトールが 5mg 1錠あたり40円ちょっとなのに対して、ジェネリックはその半分くらいになっています。で、ここで、もうちょっと新薬開発企業とジェネリック企業の違いについて整理したいと思います。で新薬開発企業は新薬の開発を行う研究開発力を持つ企業です。一方ジェネリック企業はですね、医薬品の製造能力は有するんですけれども新薬開発を行うだけの研究開発力は持たない会社です。でただ日本のジェネリック企業は単にですね、医薬品を製造するだけではなくてこう製剤の工夫をしてより飲みやすいお薬を作るとか、まあ、優れた技術力を持っている企業が多いのが特徴です。で新薬開発企業は先ほど説明したように新薬の製造販売承認を得るためにこう新薬の安全性有効性などに関する膨大なこう臨床データを厚生労働省に申請して、まあ、審査を受けて、まあ、承認されれば新薬を発売することができます。一方でジェネリック企業はすでに新薬として製造販売されている医薬品について有効成分が同一で効き目が同じであること、生物学的同等性という言い方をしますが、生物学的同等性を示す簡略的な申請データを厚生労働省に提出することでジェネリック薬の製造販売承認を得ることができます。ですので新薬に比べるとジェネリック薬はそれほど研究開発費をかけずにしかも短期間で承認を得ることができて、でなので製造コストが安く済むので低価格で販売することができます。またジェネリック企業は複数あるので比較的安いジェネリック薬が市場に出回ると新薬開発企業が販売していたオリジナルの新薬というのはが市場のシェアを奪われてしまう、まあ、っていうのはさっきリピトールの例で見た通りです。で新薬が市場独占できる期間は基本的に特許権により決まってます。でちょっとここで、特許権の説明を紹介をしたいんですが、これは先ほど見たオプジーボですね、本庄佑先生の発明に関する特許権の一つです。日本の特許法ではですね、まあ、こんなことが書いてあるんですね。特許権者は業として特許発明の実施する権利を占有する。でこれ何のこっちゃなんですけど、これここから説明します。特許権者であるこの場合は小野薬品と本庄佑先生なんですけれども、この特許権者はですね、特許権の権利範囲、ここの特許請求の範囲というところに書かれているお薬に関してですね、独占的に製造販売などを行うことができます。で特許期間はこの特許は永遠にあるわけじゃなくてですね、出願日から20年という期間が定められています。でこの特許権の場合は出願日が2003年7月2日なので、ね、20年経つとですね、2023年の、7月2日までですねが、権利期間になります。で医薬品の場合はですね、5年を限度にその特許期間が延長されることがあるので、まあ、延長が認められると最大でこの最長でこの特許権は2028年7月2日まで権利期間があるということになります。
ですの で, このでなのでこの期間中ですね、最長で2028年7月2日まではジェネリック企業は市場に参入できないという、まあそういう権利なんですね、特許権というのは。で仮にこの特許権者の以外の人、他の企業が特許権者に許可を得ることなく勝手にですね、ここに書かれた医薬品を作って売ると特許権侵害だって言って、この特許権者は裁判所に訴えることができて、差し止めや、損害賠償請求が認められる場合があります。であとこの特許権を持っている特許権者は他の企業に実施を許諾することもできます。でオプジーボに関しては、この薬に関しては外国の特許権についてはですね、ブリストルマイヤーズスクイブ社という会社に実施許諾を与えていて、実施を許諾していて、ブリストルマイヤーズスクイブ社からオプジーボは、売られています。で、まあ、これまで見てきた通り、新薬を開発するためには膨大な費用がかかり、それを回収して、まあ、次の新薬開発の費用に回すためにはある程度の期間、まあ、今見た特許権により市場を独占する必要があるということは分かったと思います。で、まあ、この、まあ、研究開発費用がまあ十分に得られなかったら新薬開発がまあできなくなっちゃうわけですよね。でただですね、国によっては特許権を認めることで逆に新薬が手に入りにくくなってしまうのではないかという懸念もあります。というのは、これまで見てきたのはですね、基本的に新薬の開発力がある国についてです。まあ、ここでいう X 国なんですけれども、でも新薬の開発力があるのは、さっき最初の円グラフで見たようにアメリカや日本とか、まあ、欧州などごく限られた国だけなんですね、この X 国みたいな国っていうのは。で残りの国は製造をする、まあ、会社はあるけれども開発はしてないとか、もっとですね、経済水準や医療水準がまだ低い国では医薬品製造を行う企業すら存在しない国っていうのもあります。でこれらの国で特許って必要、本当に必要あるのっていうのをちょっとこれから考えてみたいと思います。でまず X 国、もうこれはもう必要だっていう話を今までしてきたんですけれども、新薬を継続的に生み出すためには、研究開発投資を十分に回収できるだけの独占期間が必要なので、まあ特許権必要だっていう話を今までしてきたわけです。ただ特許による独占期間中はお薬の値段はちょっと高くなっちゃうわけですね。ですがですね、 Y 国に関しては特許制度がなければですね、ないと X 国など外国で開発された新薬について現地の企業が、まあ、自由に製造販売できるので製造コストが安くて済んで Y 国での新薬の値段というのは低くなります。でまた Z 国、まあ、輸入するしかない Z 国では Y 国から輸入すれば安く手に入るわけです。で一方ですね、逆に X 国と同様に Y 国にも Z 国にも特許権が認められてしまうと、特許期間中は現地企業がこう製造販売したりとか外国から輸入することが制限されてしまうので、まあ、そうするとですね、まあ、お薬の値段は新薬の値段は高くなってしまいます。で、まあY 国ではですね、現地企業がこの新薬を製造販売するためには、こう A 社、特許権を持っている A 社から実施許諾を受けなくてはいけないので、そうすると、まあ、実施料を払わなきゃいけないからコストが、製造コストが高くなってしまって新薬の値段も高くなります。でまた Z 国は、まあ、輸入するX 国から輸入するにしても Y 国から輸入するにしても、まあ、新薬の値段高めになっちゃうわけですね。ということで、まあ、今の説明はかなり単純化してますけれども、まあ、X、Y、Z 国それぞれ国の置かれた立場によって新薬と特許権に対する考え方が
まあ、全然違うものになるのではないかということは分かっていただけたと思います。で、1995年に発足した世界貿易機関 WTO といいますが、では特許権を含む知的財産権に関する国際的な取り決めがされています。でこれ TRIPS 協定というんですけれども、で TRIPS 協定には加盟国が遵守すべき事項として新薬の特許権に関する規定も含まれています。で新薬に関する特許権の取り扱いは TRIPS 協定のこの締結後もそれぞれの立場の国の間で利害が対立してきました。で特に1990年代後半からですが、 HIV とか AIDS あるいは結核、マラリアなどの感染症に対する治療薬が、まあ、今言ったような特許権によって値段が高騰して入手できなくなるのではないかという医薬品アクセスの問題が顕在化するようになって、2001年にそのような問題を解決しようということで TRIPS 協定と公衆衛生に関する宣言というのがされたんですが、されて、でその後 TRIPS 協定は公衆衛生の保護、特にですね医薬品へのアクセスを促進するという観点から、まあ、見直しが図られることになりました。で現状はですねどうなっているかというと、まあ、この全ての国で画一的に特許制度が認められるっていうのは問題が大きいので、まあ、これはなくて、で新薬の特許権の取り扱いについてはある程度のフレキシビリティを設けて、必要な場合にはですね、ここに書いてあるような強制実施権というものを国が認められるようにしてですね、安いコストで、まあ、お薬作るとかですね、まあ、例外的な取り扱いを認めることにしています。はい。で、なので、まあ、医薬品で特に重要なものについては比較的安い、価格の新薬が、提供できるような、まあ、仕組みを作ったということですね。でここまで、まあ、新薬を取り巻く状況についてですね、新薬開発過程を中心にお話ししてきましたが、で特許については少しちょっと詳しく話したんですけれども、理解してほしいのは新薬の特許権に対する考え方というのは立場によって、まあ、随分違うんだなという点です。で、さて最後の話題ですが、新型コロナ感染症の治療薬ワクチンに関する現状、あと将来的な課題、まあ、今ちょっと出てきた医薬品アクセスの、まあ、問題についてお話をしていきます。でこのグラフは今年1月から最近までの新型コロナ感染症の感染者数を示したものです。3月11日に WHO がパンデミック宣言で出したんですけど、それ以降世界中でこう感染者数っていうのが爆発的に増大して、今では全世界で800万人を超えています。で日本では1月15日に最初の感染例が報告されて、2月1日にですね、この新型コロナ感染症は指定感染症、検疫感染症に指定されました。でその後感染者数は徐々に増えて、4月7日に緊急事態宣言が発令されたんですが、その時点で4000名を超えてました。でその後なんとか感染爆発を逃れて5月25日に宣言解除、それから約1ヶ月感染者数は1日数十人で落ち着いてるっていうのは皆さんもよくご存知の通りです。で日本はまあやっと最近落ち着いていますけれど、最近は落ち着いてますけれども、世界的には今後どれほどまでに感染拡大するのか、特にですね南アメリカとアフリカ、まだアフリカはすごい少ないの分かると思うんですけど、どうなっていくのかっていうのは全く予断を許さない状況と言えます。で新型コロナウイルス SARS-CoV-2 は去年の暮れ頃からですね、中国の、まあ、12月から、中国の武漢で感染が広がり始めたと言われていますが、そのウイルスの全ゲノム配列が解読されて公表されたのは1月5日のことです。でちなみにこのゲノム解析に使われたウイルスは、武漢中央病院に12月26日に入院した患者さん
で、その患者さん市場で働いていた人らしいんですけど、から採取されたものだそうです。まあ、そういうのも論文にちゃんと書いてあるんですね。で、このゲノム情報が明らかになったことで、ウイルスが特定されて世界中でいろんな研究がまあ始まったわけです。で、あと日本では、現在ですね、新型コロナ感染症に対する治療薬として承認されているものは、5月7日に厚生労働省が特例承認を認めたレムデシビルだけです。まあ、ただ、別の、まあ、実際は別の感染症や炎症等の薬としてもうすでに承認をされている他の薬、あてか既存薬を臨床研究や治験という形で患者さんに使うとともにその効果を検証していると。まあ、日本の臨床現場ではそういう使われ方を既存薬を使って治療を行っているっていうのが現状です。で、あと新しい治療薬候補とか感染を予防するためのワクチンの開発というのももちろん始まっています。で、ここからその治療薬ワクチンについてもう少し詳しく見ていきます。で、まずレムデシビル、5月7日に承認されたというレムデシビルについてですが、レムデシビルはギリアドサイエンシズ社がエボラ出血熱の薬として開発していたウイルス RNA ポリメラーゼ阻害薬です。で、今年5月1日にアメリカでですね、まず新型コロナウイルス感染症に対する緊急使用許可っていうのがアメリカの政府機関である FDA から出されました。で、そしてそれを受けて5月4日にギリアド社は日本にも承認申請を行って、で3日後の5月7日に特例承認が認められたっていうのが経緯になります。で、レムデシビルはですね、薬機法第14条の3、1項1号というところにですね、1項1号に該当するとして特例承認が認められたお薬です。まあ、これちょっと見ると、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある疾病の蔓延、その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ当該医薬品の使用以外に適当な方法がないことっていう要件に合致したお薬なんですね。で、まあ、あと日本では PMDA という厚生労働省の関係機関が医薬品の審査を行うんですけれども、通常の審査では1年くらいかかるのがレムデシビルでは3日で承認されたという、もうすっごい特例承認だったんですね。で、厚生労働省から公表されている審査報告書にはこのレムデシビルを承認した、まあ、承認を認めた理由というのが書かれています。で、大体大きく分けて3つあるんですけど、非臨床での検討において SARS-CoV-2 に対する抗ウイルス活性が報告されていること、それから SARS-CoV-2 による感染症患者を対象にプラセボ対象試験として実施された国際共同第三相試験の速報値において SARS-CoV-2 による感染症に対する治療効果が示唆されていること、それから臨床試験等における安全性は許容可能であることっていうような、まあ、3つの理由が書かれています。で、まあ、この表、上の表は今の国際共同第三相試験の速報値で出された結果をこの表に示しています。で、これは何を示しているかというと、レムデシビルを投与した患者さんの、まあ、グループとレムデシビルが入ってない有効成分として含まないプラセボを投与された群を比較すると、感染症からですね、回復するまでの時間が中央値でですね、レムデシビル投与群は11日だったのに対してプラセボ群は15日であったと。で、それがこの差が統計学的に優位に認められていると、統計的に優位差があったということをが示されています。で、一方死亡、亡くなった方の割合ですけれども、これ一見レムデシビル投与された群の方がプラセボ群より低く見える、亡くなった人が少なく見えるんですけれども、この時点の結果においては統計学的にはですね、差があるかどうか、本当に差があるかどうかっていうのがよくわからない、偶然に、ただ偶然に、単なる偶然でこのこっちが低く見えてるっていう
かもしれないことっていうのが否定できないような状況なので、まあ、ちょっとこっちはまだよくわかんないんですけれども、少なくとも感染症から回復するまでの時間っていうのは、まあ、確かにレムデシビルの方が少なくて済んでいるということがまあ示されています。で、まあ、興味がある人はインターネットに全部この審査報告公開されているの で、しかも全部で20ページくらいしかないので、ぜひ読んでみてください。はい、で次にです、 あと現在レムデシビルは薬価はついてないんですね。当面はギリアドサイエンシズ社から無償で提供されることになっています。で、次に、ちょっとここでウイルス薬の作用基準について少し見ていきたいと思います。この新型コロナウイルス SARS-CoV-2 は一本差コロナウイルス化の一種で、プラス一本差 RNA ウイルスに分類されています。で、人の細胞の中で増殖する過程はここの図に示した通りです。でまずウイルス粒子が細胞にの表面にくっついて、で侵入すると。でその後ウイルスの RNA、 ウイルスの中にある RNA を人の細胞の中に、細胞の中で放出すると。でこのゲノム RNA に関しては ゲノム RNA 自体を複製する過程と、あと新しいウイルス粒子を作るのに必要なタンパク質をこう作っていく過程に分かれていて、でその後全部を使ってウイルス粒子を再形成して、で細胞の人の細胞の外に放出すると、放出されるという、まあ、そういう流れがあるわけですけれども、このうちレムデシビルはこの部分ですね、ウイルスの RNA の複製を、ゲノム RNA の複製を阻害する作用を持った薬です。で先ほどの、まあ、結果、第3相試験の臨床結果で言えば、患者さんが感染から回復するのを早める効果があるっていうのは、まあ、このウイルスの増殖を抑制するということを考えれば、まあ、そうなんじゃないかなというのが、まあ、なんとなくわかります。はい、で、まあ、レムデシビルはここの部分に効くんですけれども、日本で承認された既存薬についても、これらの増殖プロセスを阻害する効果が期待されているものというのはいくつかあります。でここに挙げた医薬品はですね、まあ、今言った新型コロナウイルスの増殖を抑制する作用効果が期待されている既存薬です。で何らかのもう対象疾患について日本で承認されていて、国内で使われているお薬です。からジェネリック薬がすでにある、出ているものもあります。でこれらの薬は多くの使用実績があって、安全性はお薬としての安全性は確認済みなので、新型コロナ感染症の患者さんに対しても、まあ、使いやすいというか安全性は確認されているから、まあ、ちょっと有効性がちょっとまだはっきりしなくても、まあ、比較的使いやすくて、さらに、新型コロナ感染症に効果があることが分かれば、まあ、比較的ですね、早く臨床試験を終わらせて承認を受けることができるというメリットがあります。で特にこの新型コロナ感染症は初期の頃ですね、特に初期の頃は情報が少なくて、まあ、何をお薬として使っていいかもよく分かんないような状態になっていたわけですが、なので、まあ、こういう既存薬、効きそうなお薬というのはインビトロ、試験管の中で実験して、まあ、その抗ウイルスの増殖作用をこう抑制することが分かると、まあ、そういうお薬を優先的に患者さんに使っていたという方法が、使うという方法が取られていたようです。で、今の表にあったお薬、既存薬はウイルスが増殖する、まあ、過程のどの部分をこう阻害するかも理論上は大体分かっています。で例えばそのよくテレビとかで出てくるアビガンですねは、まあ、レムデシビルと似たような作用があるという似たような作用があるお薬です。であと詳細は省きますけど、他にも既存薬として炎症反応に対して効果があると期待されているものとか、あと新しい薬を、まあ、開発、新しい薬の開発も徐々に始まっています。はい、で次
さて、ワクチンですね。次、ワクチンについて見ていきたいと思います。でワクチンは生物学的製剤に分類される、医薬品の一種なんですけれども、これまで見てきた治療薬とは異なります。でそれは生体内の免疫機構を利用してあらかじめ感染に備える予防的処置をしています。するものです。でこの図の上半分はさっき説明したウイルスの増殖過程で、下半分にですね、生体内の免疫機構の中でワクチンに関係する主要な部分が記載されています。でまずこう細胞内で人の細胞内で増殖した複製したウイルスは細胞から出てくるとですね、この抗原提示細胞と呼んでますけれども、に抗原提示細胞に検知されて、抗原提示細胞はこのウイルスをパクッと食べちゃうんですね。鈍食しちゃう。で粉々にしてウイルスの一部、ウイルスペプチドをこうヘルパー T 細胞というところに提示します。でこのヘルパー T 細胞はこのウイルスペプチドが提示されたのを受けて他の免疫応答に働きかけます。で例えば B 細胞に、 B 細胞はヘルパー T 細胞の働きかけを受けて抗体ですね、この青い抗体を産生してですね、ウイルスを攻撃、ウイルスの細胞感染を防いだり、ウイルスを攻撃する目印をつけたりしますし、またこっちの細胞障害性 T 細胞はですね、感染細胞を特定して破壊するようになります。でこういった細胞は特定のウイルスを認識する記憶を持ったメモリー B 細胞とかメモリー T 細胞って呼んでますけど、そういうものになって長期間体内にとどまって、で同じウイルスに対して免疫を発揮できるようになります。でなのでワクチンの作用というのはウイルスやその一部とよく似た、このウイルスとよく似た構造を持つワクチンを作って体内に投与してあらかじめ免疫を獲得する、こういうメモリー T 細胞とか B 細胞を作っておくっていうことですね、ものです。でこのうまく免疫が獲得できればですね、本物の新型コロナウイルスが体内に侵入してきたときに感染を防いだり、もし感染しちゃったとしても軽症化で済むということになります。でなのでワクチンっていうのは基本的にウイルスやその一部と似た構造を持つものであるか、またはそれらをそういうウイルスやその一部に似た構造を持つタンパクを人の体内で、人の細胞内で産生できる遺伝情報を持つものか、になります。で、例えば弱毒化ワクチンは通常はですね、ウイルスそのものが培養して病原性が失うまで、そのウイルスが病原性を失うまで繰り返し動物や人の細胞に感染させて作ります。でなので最もウイルスに近い構造を持っているものが弱毒化ワクチン、ウイルスそのものみたいな感じですね。で不活化ワクチンはウイルスを大量に培養してフォルマルデヒドや熱で変性させて感染力をなくしたものです。それからタンパク質サブユニットとかウイルス用粒子ワクチンはウイルスの一部と同じタンパク質を合成して作ります。それからこっちのウイルスベクターワクチンは2種類あるんですけれども、いずれも他の別種の別の種類のウイルスにターゲットとするウイルスの遺伝子情報を加えて、で細胞内で人の細胞内でそのウイルスの一部のタンパク質を産生させるもので、あと DNA、RNA ワクチンはそれぞれですね、直接細胞内で同様にウイルスの一部のタンパク質を産生させるという、そういうものです。でいずれにしてもこれらのワクチンはですね、人体内での新型コロナウイルスに対する免疫獲得を目的として開発が進められています。で6月16日の時点の情報ですが、世界で開発中のワクチン候補は
135品目あって、そのうち10品目はすでに臨床試験に進んでいます。人に投与する試験が始まっています。で、最も開発品目が多いのがタンパク質サブユニットで49件、それから RNA ワクチンとかウイルスベクターワクチンが続いて、でその後 DNA ワクチン、ウイルス用粒子ワクチン、不活化から生というか弱毒化ワクチンっていう感じです。でこの中で臨床試験に進んでいる10品目について、もう少し具体的に見ると、まあ、この表に書かれた通りなんですが、この中でよくメディアに取り上げられるのはこの一番上ですね。イギリスのオックスフォード大学とアストラゼネカ社が開発しているウイルスベクターワクチンです。すでに第3相で被験者数が1万人を超える大規模な臨床試験が始まっています。で、まあ、来月には最初の検討結果が出るのではないかとも言われてますけれども、まあ、そういう状況にあります。で、まあ、まだワクチンがこのワクチンが本当に使えるものなのかはまだ分かんないんですけれども、とワクチンの生産ですねについても、もう早くもですね、インドやアメリカの企業と提携して、まあ、今年から来年にかけて20億回分以上の生産が可能になるという準備をしているというようなことが報道発表されています。でもまだこれ本当に効くワクチンかっていうのは分かんないんですよ。でももう20億回分以上の生産ができるように準備をしているということなんですね。それからアメリカのモデルナ社は RNA ワクチンを開発しているんですけれども、こちらも7月から、まあ、来月から3万人規模の第3相試験を開始するということが最近発表されました。で、モデルナ社もまだこのワクチンが本当に使えるかははっきりしてないんですけれども、まあ、使えるといいなとはみんな思ってますが、スイスのロンザ社という会社と提携してですね、こちらも世界で10億回分のワクチンを作ると、生産ができる準備をしているというようなことを、まあ、発表していますっていう感じなんですね。で、あと開発国をこう見てみると、実は中国が10社中5社あります。でなんですけれども、5社中4社はですね、この不活化ワクチンの開発なんですね。で、不活化ワクチンっていうのはさっき言いましたが、こうウイルスをわーって培養して、それを熱とか化学処理をかけることで不活化するという、まあ、比較的従来技術、今までにある技術で作れるワクチンで、まあ、でもそれでもうまくいったらいいなとは思ってますが、まあ、それもあって中国が先行してるっていうことなんだと考えられます。からあとアメリカはさっき言ったモデルナ社と、あと他に、まあ、3社ある、他に2社、全部で3社あるんですけれども、いずれも DNA か RNA ワクチンを開発しています。まあ、それが簡単に今臨床試験が始まっているワクチンに関してなんですが、でどのワクチンが最も早く実用化されるんだろうって、まあ、すごい興味あるんですけれども、でもワクチンって基本的に発症予防効果があるかないかで評価されるんですね。つまりというか、まあ、健康な人に対して打つ、でその健康な人が長い目で見て、後でこうそのこれでいうと新型コロナ感染症に感染しなかったかどうかを見るっていう、まあ、すごい息の長いとかすごい難しい評価なんですけれども、評価です。だからちょっと評価が難しいんですね。それから、まあ、だから健康な人に投与するという意味では安全性を非常に、なんていうか神経質に 見ないといけないっていうような、まあ、そういうリスクとかベネフィットを厳密にですね検証して、そのワクチンの有用性っていうのをこう確認していかなきゃいけないんですね。ですので、まあ、早くできるといいなって本当思うんですけど、現在開発が進んでいるこれらのワクチンが本当に使えるものなのかっていうのを、まあ、見極めるのにはまだちょっと時間がかかるんではないかなというふうに思います。で、まあ、とはいっても今はとにかく早くできたワクチン使いたいと思うわけですが、そうですね、少しもうちょっと長い目で見ると多少遅れて開発されたワクチンでも、まあ、状況に応じては、まあ、有用であるというか使われるようになると考えられます。でそれはですね、ここに挙げた8種類のワクチンってそれぞれに長所短所があるんですね。
で、例えばこの安全性有効性に関して言えばですね、強い免疫を獲得できるワクチンなのかっていうことが、まあ、有用性としては大事なんですけれども、一方で副反応、そのワクチンを打つことでなんか副次的な作用が起きてしまって健康被害が出ないかどうかっていうのも非常に大事な観点になります。で、まあ、一例を挙げるとですね、弱毒化ワクチンとかウイルスベクターの、まあ、弱毒化のウイルスベクターワクチンですと、まあ、実際に体内でウイルスの感染が起きるので、強力で長期間の免疫を獲得できる可能性は非常に高いんですね。しかも一度のワクチン接種で、こうワクチンを1回打つだけでなんですけれども、でもウイルスの感染は起きるので軽度ではあるんですけど、そのウイルス由来の病気を発症する可能性っていうのもあるんです。リスクがあります。でなんですけど、一方で他のワクチンっていうのは、まあ、そういう、まあ、ウイルス由来の病気を発症するようなリスクは全然ないんですけれども、逆にと獲得できる免疫が不十分、まあ、ウイルスとは違うものですから、似てるとはいえ違いますし、とにかく体内で作れる量っていうのが、使われる量っていうのが、まあ、限られるっていうのもあって、免疫がちゃんと獲得できるかっていうのは、よく分かんない、不十分になってしまう可能性もあります。でそうすると免疫増強剤、アジュバントと呼ばれるものがそのワクチンの他に必要になったりとか、複数回ワクチンを、何回もワクチンを打たなきゃいけないっていうような、まあ、そういう必要が出てくるかもしれません。でっていうのが、まあ安全性有効性ですね。から品質は冷蔵保存ができるかどうかとかですね、安定性の問題が結構ワクチンに関しては問題になってきます。から公平性についてはですね、一度に大量生産が可能かどうかっていうのは結構大事な点になってくると思います。っていうのは、例えばこの日本で1万人分しかワクチンができませんって言った時に、じゃあ誰から先に打つのっていう問題が出てきてしまうわけです。でだから理想的にはこの国で、ワクチンを使う時は、まあ、全員分っていうか少なくとも必要な人分はあった方がいいわけですね。っていうようなことを考えると、まあ、一度に大量生産ができるかどうかっていうのは結構大事な点になると思います。から経済性については当然製造開発コスト、まあ、安い方がまあいいのかなっていうのはあるかと思います。っていうようなわけで、ワクチンの種類に応じて、あるいは、まあ、種類だけではなくて、まあ、先ほど見たような開発中の品目それぞれには、まあ、それぞれの長所と短所があるので、使用する環境とか状況に応じて複数のワクチンが使われるようになるのではないかと考えられます。はい、であと最後にですね、少し将来的な課題について触れたいと思います。で、ここに世界の人口をこう示したんですけれども、新型コロナ感染症のワクチン、感染症に対するワクチンはこのうち一体どれだけの人にですね対して必要で、それらがちゃんと世界中の必要とする人に行き渡るのだろうかという、まあ、問題が今後あるわけですね。で、まあ、私は、感染症の専門家でもないのでですし、まあ、ちょっとどれだけの人に対して必要かって今全然わかんない、わかりません。で、あとですね、このいわゆる医薬品アクセスの問題ですね、必要な人にちゃんと行き渡るのかどうかという、まあ、医薬品アクセスの問題は本当にいろんな要素が絡むので、解決策に正解というのが、まあ、ないですね。でそれに、まあ、これからどのような課題が出てくるのかもまだちょっとよくわからないところがあります。でなので、まあ、ここでは皆さんがこの問題を考えるヒントとなる数字とフレームワークを最後に示したいと思います。でまず人口ですけれども、ワクチンの最大需要量が世界全体の人口を対象とするとすれば、まあ、現在78億人分必要だということになります。まあ、全員分はさすがに必要かどうかわからないですけれども、まあ、でも最大78億人で、このうち最もですね、経済水準や医療水準が低いと言われているというか低い後発開発途上国には今 10.6 億人の人がいます。
であと先ほどの特許の国際取り決めの話で出てきた WTO 加盟国の人口は73億人です。でそれからさらに WTO 加盟国について、国民1人当たりの所得レベルに応じてこう分けて見てみますと、高所得国、これは、1人当たりの年間所得が約130万円以上の国ですが、高所得国には 12.1 億人で、一方で低所得国、こちらは年間1人当たりの所得っていうのが10万円ですよ、10万円以下の国ですけれども、ここに 4.7 億人で、残りの56億人が、まあ、中所得国であるという、まあ、こういう分布になっています。で当然私たちはこの日本は高所得国に含まれているんですが、世界の人口の多くは中所得国以下っていうか、中所得国か低所得国の人たちであるということが、まあ、見てわかるわけです。で、まあ、それぞれの国の立場で、まあ、考え方が異なるっていうのは、まあ、今日挙げたのは一つの例だけですけど、新薬と特許権の扱いの例で、まあ、説明したような、まあ、そういう考え方が異なるということはよくあるというか、まあ、あるわけです。で、まあ、新型コロナ感染症においても新薬とワクチン、新薬やワクチンと特許権の問題で、まあ、さっき話したような話がですね、すでに国際的課題として取り上げられる場面も出てきてます。でも実際の医薬品アクセスの問題っていうのは特許の話ばかりでは決してありません。でそもそもですね、治療薬やワクチンがある国で使われるようになるためには入手できるかどうか、その国で入手できるかどうかとか、支払える金額なのかとかですね、支払える値段なのかとか、まあ、そのワクチンや治療薬の性質上ですね、受け入れられるものなのかっていうような観点でに加えて、またそれをですね、支える社会基盤というのが必要なんですね。でこのようなフレームワークの中で今回の新型コロナ感染症の治療薬やワクチンを見てみると、またいろいろな発見や疑問が浮かんでくるかもしれません。でなのでぜひ皆さんもですね、今後ニュースなどでまた治療薬とかワクチンについて取り上げられる機会も多いと思うんですけれども、こういう視点をですね踏まえて、ちょっとこれからどうなっていくのかっていうのはいろいろ考えてみてほしいと思っています。ということで、私からの講義は、これで以上になります。はい、ありがとうございました。